<laughs> この前めっちゃそうだ <laughs> めっちゃあの一人でねちょっと笑ってもうた話があってあの渡辺真人がまた逮捕されたでしょ <laughs> ま逮捕されたでしょ <laughs> もうあそれに関してはもう何しとんねんってあまたか えそ,れそれ別に触れない話もないやろ別に。むしろ言ってくるかなと思ったけど、あんまりね、みんなもう気使って言ってけへんのか。いや、もう無理でしょ、何言うても多分 <laughs> あれ、もうあ、あの人も何言うてもダメでしょ。もうそもそも連絡を取ってなかったから。で、まあ。 それを、まあ、そもそも知ったのが、より、よりから電話か,かってきたんですよ。よりから。ねよりから電話か,かってきたの。で、パッて、いた時に、あ、おかんか。おかんの名前、より子って言うから、あ、おかんから電話か。と思って、パッて電話出て。ほんなら、あの、お久しぶりです。 え,え男やんとえ男やん男の声やんあの久しぶりですあのひ人ですよりひ人かい <laughs> よりひ人やって連絡取ってなさすぎて全く誰かわからんくて、えー、よひ人ですってでその時にあのー、なんかマホちゃんの逮捕の話聞いてえそうなんって言って知らなかったんですかって言って「知らんよ」って「連絡取ってんな連絡取ってないもん」っつって。 もう出た出たテンション完全にお前、まあ、はお、い、どうしたんっつって <laughs> <laughs>、うん。だから初め俺、テンパってて。うん、どうしたらええんどうしたらええんやどうしたらええんやと。てクソのテンション低い,いし、って、そらテンション低い,いやろうけど。なばーって、まぁ、あ、もろもろぱーって話して。あ、そうかー、言うて。ぶつかれーって,言って。で、電話切ったんですけど。お元嫁さんを突き飛ばしたんやって。で、子供が二人に増えて。え子供二人おんの え子供2人おんのっていうかあのー、もうさ1人目で変わらなかったんだったらもう変わんないよ誰が言っても <laughs> もう無理やで 1>, 1回目の時俺もふわーってなったけど「あなんでな山おっちゃん」ってなったけどもう2回目の時は無やったもん俺。 あの時のを忘れたわけではないけど無やったもんそれとこれとは話が別やからさタイミング良すぎてそれで熱出したんかと気ゆした、うん、全然違うね、うん、完全に漆黒のストーリー良すぎてそれ食らって体調崩してたね漆黒5.0のストーリーが良すぎて <laughs> <laughs> もったいないでなあの才能を無駄にするのもったいないでなまた話戻るやけどもな真っちゃんな プライドが高すぎてって言われた。ああなるほどね。で、あとあれやな。あのー、なんていうの、逮捕されてさ、こう、連れられて、こう、出てきた時の、あのー、歩き方よ。<laughs> 全く変わってない。全く変わってなかった。 ちょっとふてくされてたよねなんでふてくされてんねん思いながら見てたけど反省してるソブリーがあればよかったのになちゃんとふてくされてたぞクスって笑ってもうたもんあまりにもふてくされすぎてああま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 あこれでしっかりとねなんかこう子供のために変わってくれればいいけどな 二人読んでやろ子供。変わってほしいですね。切に願いますわ。あちなみに、どんな編集者さんからは、あれから連絡なしやね。うん。人間性終わってます。<laughs> 人間性終わり散らかしてます。めっちゃ一人の人がめちゃくちゃ今頑張ってくれてる。うん。めっちゃ頑張ってくれてる。しかも、その連絡 途絶える前3月頑張りますって言うてたらしいね俺は直接連絡取ってないからさ知らんけど3月めっちゃ頑張りますって言ってから連絡つかんようになったってでも他の切り抜きでは活動頑張ってんねんって自分のチャンネル <laughs> 終わってる終わってるよなまあお前は何をしても多分 一生中途半端で終わる人間やと思うわ <laughs> 一生中途半端で終わる人間で終わると思うわ <laughs> で今ちょっと新たに、えー、募集のフォーマットをやってるのでおいわからんどうだろうねわしに直接連絡はほんまにけえへんから面接もわしじゃないよ最終チェックをするぐらいやね 条件にストイックな方ってあってもらった。<laughs> うんそりゃそうでしょう。ストイックな方でしょう。連絡取れる方っていうのは、あの、俺ポストで文言入れたよ、俺。編集者募集のフォーマットの文言に入れといたよ。責任感のある方、連絡取れる方って。ごくごく当たり前のことやけどね。ハ <laughs> 気肉を込めてあの文言入れたわ。 いや、脱毛行きたいわ、全身脱毛。俺もうあれ、あれとかめっちゃ嫌やねん、あの、脇とかもやりたいねんけど、その脇の何が嫌かって、そのタンクトップ、タンクトップを着てる時に、脇、キュッて閉めたら、こっから毛がちょっと出てくんねん。<laughs> 完全に伸びきってる時それがもう、イラってすんのよね。あと、ツ毛な。ツ毛もイライラするよな。 本当にたまにやねんけど、毎回なるってわけじゃなくて、本当にたまにやねんけど、寝てるやんか、こう寝てる時にこに、寝返り打つやん。寝返り打った時に、たまに血毛が引っ張られて、プチッっていう <laughs> 瞬間があんねやんか、こう寝返り打つ時に。それ、イラッてすんねそれも。でも、全身脱毛もし行くってなったら、まあちょっと、ちょっとギャランドゥもあるわけじゃない。そのギャランドゥの部分に なんかこう漢字1文字ここにバーン入れたよねその脱毛するときに漢字1文字の部分を肩取ってそこだけちょっと残してください入れ墨とかを入れてしまったら銭湯とか入れなくなるやんかプールとか炎とかさわかりやすいやん炎ってなんかあんまりごちゃごちゃしてる光光いいやん炎か光 王はおうはなんかもう違うやんおうでもいいかでも,もシンプルに「ひ」でもいいけどねあっ「てん」「てんかっこいいな」「てんかっこええやん」「ば」ってつもずらしたら「てん」って書いてあるんだろうかっこいい